本日はお忙しい中、ベネッセホールディングスの決算説明会にご参加いただきありがとうございます。はじめに本日の出席者をご紹介いたします。代表取締役社長 CEO 小林仁しでございます。常務執行役員 CFO 兼財務経理本部長坪井信介でございます。本日は以上2名が出席しております。 これより、2022年度の業績概要、及び2023年度の業績通期見通しについて、CFO の坪井よりご説明申し上げます。続いて、社長の小林より、今後の事業方針についてご説明いたします。最後に質疑応答を行いまして、全体の時間は1時間を予定しております。ズームからご参加の皆様にお願いです。 ズームに表示されているお名前がご本人のお名前となっているか、今一度ご確認をお願いいたします。ご質問いただく際には、こちらからズームに表示されているお名前で呼ばせていただきますので、円滑な Q&A の進行にご協力をお願いできますと幸いです。なお、発表資料は弊社ホームページに掲載されておりますので、ご覧いただきますようお願い申し上げます。ご説明を始めます前に、 皆様にお断り申し上げます。これから行う説明におきまして、現時点の予想に基づく将来の見通しを述べる場合がございますが、それらはすべてリスク並びに不確実性を伴っています。皆様には実際の結果が見通しと異なる場合があることをあらかじめご了承ください。それでは CFO の坪井よりスライドに沿ってご説明申し上げます。よろしくお願いします。 でございます本日はお忙しい中ご参集え、ご参加いただきまして、誠にありがとうございます。えー、それではあの、つぼいの方よりですね、えー、FI22 のです、ね、業績概要の方から、えー、ご説明をさせていただきたいと思います。はいえっと、じゃあ次の、次のスライド、お願いいたします、はい。こちらのスライドは、えー、業績ハイライト、FI22 の業績ハイライトになります。FI22 の連結業績ですけれども、えー、減収増益ということになります。 なりました売上高は4118億円と、前期比4.6%の減収、営業利益は206億円と、前期比2.2%の増益、経常利益は158億円と、前期比3.2%の増益、純利益は113億円と、前期比967%の大幅な増益となっております。また、ROE ですけれども、7.5%となりまして、前期の0.7%から大幅に向上しております。 ROE7% 以上となりますのは5期ぶりでございましてあの、えー、個人情報事故以降では過去9年間で最高の水準となっております。なお FI22 は現在の中継計画のフェーズ1の最終年度になります。フェーズ1の2カ年で営業利益で FI19 の水準212億を上回る V 字回復を目指しておりましたけれども結果としましてはわずかにその水準には及ばないという結果になりました。次をお願いいたします。 こちらはあの決算サマリーでございます、えー、FI22 の決算数値につきまして、対前,対前年対業績予想を、えー、対業績予想数値の観点からご説明をさせていただきます。まず、対前年ですが,が、売上高減収の200億円、こちらは昨年度グループにありましたベルリッツの売上高200億円とほぼ同額でございまして、ほぼこの200億円の減収というのはこちらの要因と言えると考えております。 続いて営業利益4億,4億円の増益でございますけれども、まず一つ目がベルリッツの売却による赤字の削減効果が27億円。そして大学社会人事業の特にユーデミーを中心とした拡大、これが11億円。日本の子どもチャレンジ、そして直島等のプラスもございます。一方で中国の子どもチャレンジ事業の中国ゼロコロナ政策を受けました在籍数の減少の影響が24億円のマイナス。 そして、新権ゼミ。これは、あの、ちょうど述べますけれども、販売費のセグメント別負担の見直し等がありまして、14億円の減益。会合事業の新型コロナウイルス影響の長期化。こちらで、大体13億円の減益の結果となっています。そして、一方で、昨年11月に公表いたしました修正予想。今期の見通し、前期の見通しにつきましては、対しましては、売上高が51億円の未達。 営業利益は主に K&F 事業や東京個別指導学院の計画,計画見達等によりまして8億円の減益という結果となっております次のスライドお願いいたしますこちらは売上高の FY21 から前期 FY22 の事業別の変化を示したウォーターフローチャートになります国内教育のうち新県ゼミは在籍減の影響がありまして83億円の減収となる一方で 大学・社会人事業の売上拡大、プラス五十七億円の増収がありました。学校、塾その他を合わせまして、四億円程度の減収で、結果としまして、国内教育トータルでは三十億円の減収となっております。K＆F 事業におきましては、中国及び国内の在籍減少、それからメディア事業の販売。減の影響等から、三十三億円の減収となっています。 介護保育事業ですけれども、こちらの方は拠点数の増加及び基中の価格改定の効果がありまして、52億円の増収となりました。これにベル率の売上剥落200億円とその他に含まれます直島事業の増収などもありまして、結果として200億円の減収となっております。次お願いいたします。次は営業利益の FY21 から FY22 の事業別の変化を示したウォーターフローチャートです。 国内教育は真剣ゼミの14億円の減益の一方で大学社会人の11億円の増益塾教室事業の増益などがありセグメント合計では若干の増益となっておりますなお真剣ゼミのマイナス14億円のうちですね10億円程度が販売費のセグメント別見な負担の見直しというものの影響でございまして実態としましては真剣ゼミ事業は4億円程度の減益ということになっております一方で K&F 事業ですけれども 中国子どもチャレンジ事業においてコロナ禍でのロックダウン政策の影響で24億円程度の減益影響がありました一方で販売費のセグメント別負担の見直しによるプラス効果などがこちらはあったんですけれどもセグメント全体では16億円の減益というなっております介護保育事業につきましては増収による増益効果があった一方でコロナ影響の長期化によりまして入居率の改善が遅れたこと 燃料高騰による高熱費や拠点増による租税効果の増加もありまして、セグメント全体では十三億円の減益となりました。これにベルリッツのグループアウトによる赤字剥落分二十七億円や、その他に含まれる直島事業の利益改善効果などがあり、全体で四億円増益の二百六億円という結果となっております。はい 続きまして FI23、今期の業績見通しについてご説明をさせていただきます。FI23 の通期業績予想につきましては、緩やかながら増収増益を見込んでおります。売上高は4230億円と前期比2.7%の増収。営業利益は215億円と前期比4.3%の増益。経常利益は160億円と前期比0.7%の増益。 純利益は115億円と前期比1.3%の増益を見込みます。なお ROE につきましては7.3%の予想でございまして7%台を維持いたしますけれども、23年に前倒しで8%を目指すと申し上げた水準には現段階では届かないという見通しとなっております。はい、次お願いします。次のスライドは FY23 の通期見通しにつきまして。 FY 二十二との比較の観点で主要なポイントをご説明をさせていただきます。まず介護保育事業の新型コロナウイルスからの回復が増増益を牽引いたします。営業利益は対前年で二十八億円のプラス増益を見込みます。新券ゼミは会員数減少をいたしますが、価格改定とコスト削減で吸収し増益を見込みます。 大学社会人事業はユーデミーのさらなる成長や M&A アライアンスによる新領域の拡大を見込んでおります。また FI23 はですね、今後の成長に向けた投資を複数実行する予定です。主要な成長投資領域ですけれども FI25 のギガリプレイスに向けました小中学校事業の商品基盤の強化、そしてユーデミーの成長加速に向けた販売費、人材投資、そしてエリア事業推進体制の強化、 インド事業開発、そして DX 人材投資等で合わせて対前期で約三十億円程度の投資の増加を見込んでおります。これらがございますので増益幅は抑制をされるという結果となっています。次,、えー、次お願い,いたします。次のスライドは売上高の FY22 から23の事業別の変化を示したチャートになります。 まず国内教育セグメントですけれども新県ゼミは39億円の減収学校事業は28億円の増収大学社会人事業は12億円の増収となり国内教育セグメント全体で19億円の増収を見込みます K&F 事業はセグメント全体でほぼ売上は横ばいを見込んでおります介護保育事業ですが88億円の増収を見込みます その他、直島事業の増収などもございまして、結果としては全体で111億円の増収を見込んでいます。次は、営業利益の FY22 から FY23 の事業別の変化を示したチャートになります。国内教育は、新県ゼミがプラス7億円の増益、大学社会人事業のプラス2億円の増益の一方で、 塾教室事業が6億円の減益となりましてセグメント合計では3億円程度の増益を見込みます K&F 事業は営業利益は前期比微増益を見込んでいます介護保育事業は28億円の大幅な増益を見込んでいますこれにその他に含まれる戦略投資やインド事業の拡大に伴うコスト増などがありまして全体では8億円増益の215億円を目指し、えー、見込んでおります 次のスライドで、セグメントや事業別の内訳についてご説明をさせていただきます。はいえー、まず、国内教育セグメントです。新、えー、剣ゼミ部門ですけれども、こちら、売上高は財政期限のマイナス影響を価格改定で一部カバーいたしますけれども、39億円の減収の見込みです。営業利益面では、減収による減益の一方で、システム消却費の減少やコスト削減効果から、トータルでは7億円の増益を見込みます。 学校事業では、新権募集の価格改定や、エリア体制の強化によりまして、28億円の増収を見込みます。利益面では、増収による増益の一方で、小中学校事業で、不二25以降に向けた先行投資の増加、約11億円があることから、6億円程度の減益を見込みます。塾、教室事業は、各塾の増益で、全体でも増収を見込んでおりますけれども、東京個別指導学院の減益と、 アップの首都圏中学受験事業の立ち上げコスト等があり、2億円の減益を見込みます。大学社会人事業は前期、前期にありました留学事業の特需の反動がありますけれども、ユーデミーが新調し、12億円、えー、合計で12億円の増収、ただし、成長に向けた投資増、約9億円を見込んでおり、 この結果、利益依存は2億円程度の計画で、セグメントを合計では3億円程度の増益を見込んでいます。K&F 事業は、国内及び中国の子どもチャレンジでの財政期限による減収影響はありますけれども、一方で価格改定効果があることと、メディア事業での販売回復を見込んでおり、セグメント全体では売上はほぼ横ばいを見込みます。利益面でも生活領域の回復を見込みつつ、 中国の早期事業回復に向けた販売促進強化を計画しており、利益面でもほぼ横ばいを想定しています。介護保育事業は、入居率の向上、拠点の増加、価格改定の効果などから88億円の大幅な増収を見込んでいます。利益面でも各種コスト増はございますけれども、これをカバーし、28億円の大幅な増益を見込んでおります。 その他、直島事業の増収などもありまして、結果として全体では111億円の増収を読み込みますが、変革のための戦略投資やインド事業等への投資拡大もあり、全体では8億円の増益を見込んでおります。はい、えー、それでは私からの説明の最後のスライドになります。こちらの継続的に開示をしている新県ゼミと子供チャレンジの4月会員数になります。 子どもチャレンジと小学生、中学生、高校生の親権ゼミ各講座の会員数の合計は221万人となりまして昨年の249万人から29万人減11.5%の減少となりました小・中・高の親権ゼミ各講座につきましては8%台の減少となったんですけれども子どもチャレンジが19%減と大きく会員数を落とす結果となりました。 これは紙デジタル別で見ますとデジタル会員はです、ね、ほぼ前期並みの会員を確保しているんですけれどもこれに対しまして紙講座が大きく前年を下回りましたまた特に下げが大きいこちらでは4歳から6歳のプレスクールに比べまして0歳から3歳のナーサリーラインの下げが大きくなっておりますこれは少子化に加えまして経済格差の拡大というマクロ要因が大きく影響していると見ております この結果を受けまして、今のニーズの多様化と顧客実態を深掘りした上で、変革につなげていきたいというふうに考えています。なお、財政規限は大きいですけれども、一方で価格改定の効果もございまして、新権ゼミと子どもチャレンジの合計の売上高は42億円、マイナス3.8%の減少にとどまる見込みです。また、足元の4月の継続率は前年度級を上回って推移しております。以上、業績概要についてご説明をさせていただきました。 ありがとうございました。続きまして、社長の小林よりご説明申し上げます。小林さんよろしくお願いいたします。はい、小林でございます。本日はお忙しいところ、ありがとうございます。それでは私の方から、今後の事業方針、特にこの2023年度、単年度、どういうふうに今の 計画を考えているかということを中心にお話をさし上げたいと思います。次お願いします。今日お話しすることはこの3点です。1点目が、あの先ほど壺からもございましたが、中期経営計画を立てた第1フェーズ、第2フェーズの昨年は第1フェーズの終わりの期でした。従いまして、この第1フェーズの振り返りをさせていただきたいと、そういうふうに思っています。 それを受けて、二つ目に、2023年度の今後のベネッセにとっての将来を含めた時の2023年度の位置づけ、そして主な事業の重点テーマということをお話をさせていただきたいと、そのように思っています。最後に、来週の19日金曜日に、従来よりお,、ね、あのお約束をしておりました変革事業計画、 っていうものの発表させていただきます、えー。そのポイントについて本日簡単にご紹介をさせていただけたただというふうに思っております。はい。じゃあ次お願いします。まず、えー、中期経営計画の振り返りでございます。えー、ベネッセが今言っている中期経営計画というのは、えー、この表の一番左側、2020年11月に発表したものです。 この時に、2021から22を第一フェーズとして、コロナからの回復、V 字回復というお話を差し上げていました。そして、それらを受けて、2023から25、挑戦と成長によって、さらなるベネセの成長を描いていくと、そういう発表をさせていただいたということでございます。 また、2022年5月、確定決算の決算発表時に、この2020年11月の財務 KPI のアップデートをさせていただいています。それは前にありますように、売上と営業利益及び ROE10% 以上の達成の前倒しというお話を差し上げました。 え、そこの状態のまま今事業を進めてきておりますけれども、やはり事業を取り巻く様々な変化が今大きく起こっている。最大はやっぱりコロナです。そういう中で、改めて持続的な利益成長に向けた、それぞれの事業のこれからの位置づけをはっきりさしたポートフォリオの考え方を元にした変革をやっていく必要があるだろうと。 そういうふうに考えております。また、それを実現するための戦略と KPI の見直しも同時に行うと。これが来週発表させていただく変革事業計画の位置づけになるということでございます。次お願いします。それでは第一フェーズであった昨年期末、ここについてどのような認識をしておるかというお話をさせていただきたいと。 いうふうに思います。まず、財務目標であるフェーズ1の目標、新型コロナウイルス影響からの V 字回復。これは残念ながらわずかに満たすということになりました。2019年度の営業利益がコロナ前です。212億でした。この2022年度、先ほど決算で数字を それからお話しさせていただきましたが、206億と、約6億円見立つということになりました。そんな中で、コア事業の進化、これは国内教育、介護、中国、そういうものを言っておりますが、実は国内教育は、このコロナ前の2019年の数字からは大きく V 字回復を果たしています。 2019年度の国内教育の営業利益は140億円でした。この2022年、前の昨日国内教育の営業利益は191億円でした。ここでは V 字回復ができているということは言えると思います。一方で、その、えー、と既存のコア事業のイン,オインオーガニックな成長をしっかりやっていこうということも え、中期経営計画で示していました。ここにつきましても、多様な学び支援の事業の立ち上げ、あるいは、え、介護の、え、周辺事業のハートメディカルケアの連結後会社化、等々、え、準備は、え、着手に、着手をできているということも言えるんじゃないかなと思います。一方で、あの、介護事業、中国の子供チャレンジ事業、 こちらは残念ながら、当初考えてたよりもですね、新型コロナウイルスの影響が長引いています。212億以上の成果を第一フェーズで上げて VG 回復を図ろうという計画でしたが、この数字の見立つの大きな理由の、理由はですね、この介護事業及び中国子どもチャレンジ事業の 新型コロナからの影響が、えー、少し先になっているということが一番大きかったという捉え方をしております。えー、続きまして、えー、第一フェーズにおいて2023年度以降の新領域への挑戦に向けた準備をしていく、着手をしていくということも第一フェーズの大きなポイントでした。えー、その状況について少しお話を差し上げます。 まず、あの、従来より大学社会人領域において、えー、一つの成長領域として本格的に取り組んでいくというお話は差し上げてましたが、まず組織として、えー、大学社会人を事業本部からカンパニーに上げたと、新設をしたと。そして、ユ、えーデミ事業は非常に順調に現在拡大をしています、えー。導入者数は、えー、この期末で1000社を優に超えていると。 そういうところまで来ています。また、大学社会人領域でさらなる成長の加速をしていこうということで、スカイ配布者への出資提携、あるいは割り支社への、割り社のグループイン、このようなことも手がけてきているということが言えると思います。一方で、海外に目を移しますと、 現在、インドにおいて、あの、ベネスインドという会社を設立して、インドにおいて、学校向けの学校教育支援事業のスタートをしております。こちらの方も着々と準備を着手し、今後の成長に向けた動きにつなげていきたいと、そういうふうに考えております。また、これらを支える経営基盤です。えー、課題事業の整理あるいはディークス化の推進と、 いうことをこの2年間、力強くやってきました。まあ、課題事業で一番大きいのはやはり、継続的な赤字事業であった VLS の売却ということが大きかったと思います。これで収益性は大きく改善したと。また、デジタル、すべての今事業において、デジタルを使った事業の成長ということを描いていますけれども、 それを力強く支援し、リードしていくデジタルイノベーションパートナーズという組織をこのフェーズ1の間に作りました。そこの組織を中心にグループ全体のデジタルを今推進をしておるということでございます。これが中期計画のフェーズ1の私どもとしての成果、あるいは今後課題が残ったこと、 っていう整理をしたことになっております。次お願いします。えー、続きまして、えー、2023年度の、えー、この単年度、えー、今私が、えー、この2023年をどういう位置づけとして考えているかということを少しお話をさせていただきたいというふうに思っています。次お願いします。えー、2023年度は、えー、ベネッセにとって、えー、この3つのことが非常に、えー、重要なポイントであろうと。 というふうに思っています。まず一つ目が、えー、次の成長に向けた成長領域への積極的な投資をしていきたいと。えー、これも先ほど、えー、坪井からお話をさせていただきましたが、約30億程度の投資を次の成長に向けて、あるいは顧客基盤の維持、向上に向けて、えー、投資をしていくということを考えています。えー、一方で、講和事業の課題解決への取り組みも 着実にやっていかないといけないと。また、今後、事業を伸ばしていく中で非常に重要なポイントである経営基盤の強化。これはエリアの展開の強化。あるいは人材そのものの強化。そして引き続きの DX の強化。こちらの方もしっかり計画をして、この2023取り組んでいかないといけないことだと。 いうふうに思っております。こういう取り込みを通しながらも、増収増益は必ず実現すると。それが2023のベネスにとっての位置づけだと。そういう捉え方をしております。次お願いします。続きまして、それぞれの事業のこの2023年度のポイントについてお話をさせていただきます。 まず、国内教育でございます。国内教育は真剣ゼミ、学校、そしてセグメント的には少し違いますが、K&F の子どもチャレンジを含めたところでお話をさせていただきます。ここはもう圧倒的に商品価値、営業手法の再設計、そして、それだけではなく、コスト構造の改革、この3つをしっかりやっていくということだと思っております。 課題機会転、少子化の加速、あるいはニーズの多様化、そしてコロナから始まった学校教育の大きな転換、年内入試、あるいはギガスクール構想の進展でございます。そして子どもの学習意欲の低下、こういうことが実際にこの国内教育の授業の周辺で起こっております。足元の状況でございます。 残念ながら、真剣ゼミ、国内の子どもチャレンジの会員数は、対前年11.5%。これは先ほど、坪井が説明をさせていただいた通りでございます。また、高校の、学校向けの高校のアセス。こちらも若干ではございますが、対前年1.8%。昨年は減少しております。一方で、学校向けの義務教育、小学校、中学校に、 リリースをしておりますミライシード。こちらの方の採用数はさらに増えておりまして、約9000個、え、9000約3割ですね。が、ベネスのミライシードを使っていただいていると。これが足元の状況でございます。じゃあ、こういう状況の中、あるいは課題機回転の中で、2023年度何を重点にやっていくかということでございます。まず、教材サービスの強化を、 え、徹底的にやっぱりやっていこうと。え、お客様の、え、環境あるいは意欲が変わっている中で、子供の学習意欲低下への取り組み強化を、え、当然やっていかないといけないというふうに思っております。え、様々、え、リリース等ですでにお話をしてますが、え、認定動画様と組んだスイッチのタイアップ、あるいは、え、VR の新しい学習法、 こういうことを一部の学年で始めております。えー、先ほど在籍のお話をしましたが、主に中ゼミでこのことを始めていますが、中ゼミの4月新規は他のゼミほどは傷んでおりません。やはりこういう新しいですね、子どもにやりたい、やってみたいというようなことを立て続けにやはり提案をしていくということが少し弱まってたなということも思っています。 このあたりは対象学年を広げ、さらに、今お話した VR あるいは認定度スイッチ以外のものも含めてですね、えっと、しっかりと子どもがやりたいと思えるようなものを提供し続けていける、そういう真剣済みでないといけないと。そのことにより力を得てやっていこうと思っています。一方で、ギガ端末リプレイスっていうのが2025年にあります。これは何かというとですね、 コロナの時にギガ端末あの端末を国の予算で一遍に配りました。その、えっ、ー、と、リプレイスが起こるわけですね。そしてさらにその、えー、端末の上で学習をする優勝の学習ソフトも今我々未来シードをやってますがこれも5年契約です。ここで改めて契約のし直しが起こるわけですね。まあそういうことに向けてしっかりと次の え、リプレイスにおいても再契約し、さらに、えー、そのシェアを広げていけるような投資をやっていくということも、この2023年度、しっかり手がけていきたいと、えー、そういうふうに考えております。一方で、多様化するニーズっていうのが起こっていることは確かです。えー、このあたり、顧客基盤を活用し、つまり、住民の会員数を活用した多様な学びの提供を、より、えー、ポイントを絞って、 え、強化をしていくと。それがエベレスであったり、チャレンジスクールの拡大ということになります。また学校においても、え、え、年内入試等で、学校区分が少し広がっています。進路のあり方が高校によって、え、細分化されてきています。まあ、そんな中で本当に子どもたちが次に向かって、え、どんな進路を選べばいいのか、どんな、えっと、進路先を考えていくのかと。 いうことを考えていただけるような商品、新しい商品を当然強くリリースし、強化をしていくということもやっていかないといけないというふうに思っています。また、地域ですね。ここ1、2年、地域における教育格差、あるいは地域における教育の取り組みが随分、えっと、それぞれの地域で変わってきています。このことをしっかりとキャッチアップして、その地域に合った商品提案、 え、事業提案をしていくと。え、これも今の日本の教育においては非常に重要であろうと。え、そういうふうに考えております。え、そのことを、え、この4月からエリア事業推進本部を新たに作り、え、強化をしていくと。え、これも2023年度の非常に大きなポイントだと思っています。一方で、え、コスト構造改革も、この国内教育においてはまだまだやることがあると。できることがあると。 いうふうに考えておりますので、これも項目と金額の精査、そしてその実行、これをやっていくつもりでございます。次お願いします。続きまして国内教育のセグメントの中にある大学社会人でございます。こちらの方は今、ベネスグループの中で、今後の成長領域の最重要テーマとして、積極的に投資をしていくということを考えています。課題と機会点、 課題というより、これは機械点が大きいと思ってますが、企業においても、個人においても、リスキリング、あるいは HR 関連のサービスニーズが拡大をしていると。これは実際、言うてみ、等をやっている事業者としてもですね、しっかりと肌で感じている部分でございます。売上の成長率、この領域での売上の成長率も、昨年1年は対前年で40.1%、確実に伸びてきています。 え、ユーデミの事業も順調に拡大をしています。え、導入の会社様は1000社を超え、また個人の会員も130万人を超えると、そういう規模になってきています。まあそういうことを踏まえながら、え、スカイ・フハイブ、あるいはワリスといった、この事業をしっかり組み立てていく上で重要な要素を持っているお会社さんとも手を組んでいく。 まあそういうことも昨年度末からこの4月にかけて進めてきたということでございます。2023年度の重点項目、自動、事業拡大に向けた戦略的なリソースのアロケーション、これをより強化をしていきます。法人営業を中心に、まず営業の人員強化を対前年6割増と。 という形で今、組み立ててます。こんな中で法人営業、あるいは自治体さん向けの営業、あるいはコンテンツ、データサイエンス、コーポレートなどの機能強化、しっかりとこの事業を大きくしていくための準備をしていくと。そして半数強化もしてまいります。また、実写基盤の有効な活用、あるいは M&A もさらに加速をしていこうというふうに考えています。 あの、右側にスカイハイブ様との資本業務提携で何を目指しているのかということを少し記載をさせてもらいました。今、ユーデミーでですね、すでに育成の領域を持っているわけです。<coughs> 一方で、スキルの可視化、特に法人様とやり取りをしていますと、自分たちの法人のこれから事業を伸ばしていくときのスキル、あるいは今の社員が持っているスキル、 このギャップを埋めに行く。こういうことを、えー、しっかりと明らかにしていくと。まあ、そういうことが必要になってき、そのスキルのギャップが明らかになったときに、えぇ、ー、リスキリリングの育成事業がさらに生きていくと。えー、そういうサイクルになっていくんだと思います。えユーデミーの育成の機能は今、我々は持っているわけです。えスカイファイブはこのスキルの可視化と。 いうことができる、えー、企業でございます。この二つを、えー、組み合わせながら、えー、各企業、あるいは、えー、個人への提案をより強化していける、商品力を上げていけると。まあそういう意味で、このスカイハイブさんとの資本提携も進めたということでございます。次お願いします。はい、えー、介護保育事業でございます。えー、介護保育事業は、えー、先ほど冒頭で私の方で言いましたが、 コロナの影響が若干長引いていると。入居率の早期回復をやっぱりしていかないといけないと。そして、介護、介護事業も新規事業、周辺事業で新たに事業を伸ばしていけるという部分も十分にあるという認識を今しております。課題と機会点はまず新型コロナ影響からの早期の回復。 そして、そもそもこの事業の領域にある社会課題、介護人材の不足等のですね、社会課題等に向けてその解決がそもそも新しい事業の機会点であると。まあそういう考え方をとっていこうと。そういうことを考えています。足元の状況ですけれども、この3月末の入居率は90.4%ということでございました。 一年前の、えー、同じタイミングの入居率が91.1%でしたから、まあ、若干の、えーまあ、向上はできているということですがそもそも我々はここをもう少し高いレベルで、えー、作っていこうとしておりましたのでそういう意味ではコロナの影響がどうしても、えー、長引いているなという印象でございます一方で、えー、資料請求あるいは見学 この数字はですね、今、あの、この5月にも5類になったり、様々なコーナーの環境の変化が起こってますが、資料請求見学ともに伸びてると、そういう状態は足元の中で作れているというふうに思っています。従って、こういう中で2023年の重点項目としては、まず、入居、介護事業の入居率の早期回復だと。これを第一期に挙げて取り組んでいこうと。 いうふうに思ってます。我々、病院ケアマネージャーさんとの関係構築、あるいは、ショートステイというやり方を、非常に強みとして持っております。このあたりをさらに強化をし、また営業体制も強化をしました。2024年、来年3月末は、入居目標を93.9まで上げていこうと。そういう今、この事業の え、政計画を作っています。えー、そこに向けて力強く、えー、しっかりと一年間やりきると。これが何よりもこの介護事業では重要だというふうに思っています。一方で、えー、戦略的な出展計画。これは2023年度以降、えー、この事業を成長させていくためにも重要な要素になっていきます。えー、首都圏、名古屋、あるいは関西。 こういうことを中心に広げてきましたが、展開エリアの拡大の着手と、えー、いうことも今、考えております。えー、具体的には金沢、広島、熊本、えー、等々もシェアに入れて、今、物件開発を進めております。えー、このことはです、ね、実は地域の、えー、人材のです、ね、採用戦略とも連動していると、えー、非常にこの単純にです、ね、施設を出していくだけでなく、 え、ベネステルケアの介護スタッフの採用戦略にも連動した動きになっていると、え、がってここは力強くやっていきたいというふうに思っています。また、え、先ほど少しお話ししましたが、介護周辺領域での新規事業の開発の着手も、え、この2023年から力強くスタートさせていきたいと、そのように考えています。はい、え、事業の最後です。 中国子どもチャレンジです。中国子どもチャレンジも介護同様、新型コロナウイルスの影響のが長引いています。ここの回復に向けた投資もしっかりとやっていこうと。それが2023年度の中国,中国子どもチャレンジに対する考え方だということです。新型コロナウイルスの影響による会員数の減少、あるいは少子化の加速、 ただ、あの、機械店としては、草原政策という、中国の政策の変更で、競争環境は緩和をしています。これは今、プラスに動いています。また、固定費型から変動費型への販売の転換も今、進めてくれています。こういうことを通しながら、中国の在籍の回復を早期に図っていこうと。 そのために2023年度は、投資をしていこうと。そういう位置づけであるということでございます。足元の状況ですけれども、会員数は16.5%減と、これはやっぱりコロナの影響がございました。ただ足元の継続率、あるいは新規会員数は、対前年同期をすでに上回る傾向が見えてきています。この傾向をさらにドライブをかけると。そのために投資をすると。 そういう位置づけが2023年度だというご理解をしていただければありがたいというふうに思います。2023年度の重点項目、利益バランスを重視しながらも会員数の回復を早期に図るための販売費を中心とした投資をしていくということを考えています。また、LTV ですね、国客基盤を利用した周辺事業の拡充、こういうことも同時に 中国子どもチャレンジで考えていこうと。そういうことを今考えているところでございます。次お願いします。続きまして、来週ご発表させていただく変革授業計画のポイントだけ今日お話をさせていただきたいと思います。次お願いします。ポイントは大きく言うと3点ございます。様々な構造的な変化が進む授業環境のもとです。 ただ我々はグループパーパスも同時に掲げています。このグループパーパスの実現を追求し続けるために、中長期で持続的な利益成長を可能にしていかないといけないと。そのために、ポートフォリオ構造をしっかりと自ら把握し、その構造のもとでですね、各事業の変革を進めていくと。そういうことが必要不可欠だと思っております。 来週はこのあたり、ポートフォリオの考え方を含めてご案内をさせていただくということになります。一方でどういう姿を目指しているか。これは FI25 を起点に、あの、途中の経過にしながら FI28 でコア教育、コア介護、そして診療域。この三つがこのベネスグループを支える大きな利益の三本柱になると。 そういうことができる変革の計画ポートフォリオを元にした変革の計画を作るということをあの意思として持ってますのでこのあたりもどういうやり方でやるのかということも変革事業計画の中で明らかにしたいとそういうふうに思ってますまたこの事業のみならずこの変革事業計画をベネステとしてどうやってやっていくのかとどういう仕組みでやっていくのか という経営の仕組みの変革もしっかりと合わせてお話をしていきたいと。えそれがこの三つのポイントでございます。次お願いします。えー、今お話をしたことをですね、まあ図式化したものがこれです。えー、ポートォリオの戦略の中でコア事業をどういうふうに考えていくのか、あるいは新たな成長への挑戦をどうしていくのか、このあたりをより、えー、具体的に明らかにし、 さらに、それを、その実現に向けた経営の仕組みの変革を、えー、同時に明らかにし、お示しをしていくと、えー、そういう、内容になっていくということでございます。次お願いします。まあ、そんな中で、えー、2025年度の営業利益目標、今、足元で考えていることを、今日お話をさせていただきたいと思います。えー、既存事業の足元の状況及び、2025年度以降の成長に向けた、 新規事業の投資を考慮し、目標数字を見直しております。FY25 の営業利益目標は400億と以前申しておりましたが、320億の以上という形で、しっかりとこの次の成長への投資も踏まえた数字に変えさせていただきたいと、そういうふうに思っています。 一方で ROE の目標は10%以上、2025年到達ということは、堅持をしていきたいと、そういうふうに考えております。はい、次お願いします。私から最後です。配当か、株主の還元につきましては、安定配当の観点から、2023年度、一株当たり60円の年間配当は維持をさせていただくと。 現時点で、この予定で考えさせていただいております。はい、私からの発表は以上でございました。どうもありがとうございました。以上でご説明パートを終了いたします。残り時間は質疑応答とさせていただきます。質問の方法についてご案内いたします。 こちらからご質問者を指名させていただきますので、ご質問が終わりの方は、ズーム画面内の手を上げるボタンをクリックしてください。ズーム画面上のお名前を呼ばせていただきます。指名された方は、マイクのミュートを解除してからご質問をお願いいたします。また、お電話でご参加の方は、アスタリスク9をタップしてください。お電話でご参加の方は、アスタリスク9をタップしてください。 ご参加いただいているお電話番号下4桁をお呼びいたします。呼ばれましたらアスタリスク6を押していただき、ミュートを解除の上ご質問をお願いいたします。それではご質問を受け付けて、受け付けております。いかがでしょうか。それでは最初のご質問ですけれども、日本経済新聞の鎌田様、えー、お願いいたします。 あ日本経済新聞の鎌田です。よろしくお願いします。えっと、まず、真剣済みについてお伺いします。あの、えー、前期14万人増、あ、減ということで、大きな減少になってます。で、今期も価格改定があるということですが、えっと、減を見込、在籍数の減を見込んでると思います。これ、どのくらい減少すると見込んでいるのかを教えてくださいというのと、あと、底打ちですね。 えー、どこがそこうちの目安になるのかというところを教えていただきたいです。で、まあ、そのためのお施策ということで、先ほどもスイッチのタイアップの強化など教えていただきましたが、えー、他にもあればあ、言えることがあれば教えてください。以上です。はい、ありがとうございます。あの、それでは私の方、小林の方から回答させていただきます。 あの、申し訳ございませんが、えっと、ゼミの会員数についてはですね、えー、見込みの数字は、あの、開示を今までしておりませんし、あの、今回もそれはちょっと、えー、避けさせていただきたいと思います。えー、あの、ただですね、厳しいスタートになっていることは事実ですし、まあ、そんな中で、えっと、今その状態をどう見ているのか、えー、 会員がですね、会員の中を一年間見てると、やっぱり、えっ、ー、と、使える、二極化が随分進んできたなと。 え、子供の、えっと、やる気の問題、え、あるいは、え、学校の、えっと、授業の忙しさの問題、様々な問題があるんですけれども、え、少し子供の会員の中での、え、使用頻度とか、の二極化が随分進めけたなと思っています。まあ、そういう意味合いにおいて、スタート段階において、やる気が出るきっかけづ、きっかけ作くりと、あと、えっ、ー、と、全部の学習が始まった後の、見守りやサポートの強化と、 こういうことを、あの、今まで以上に、あの、今年度は力を得てやっていこうと、えー、そういうふうに思っています、えー。そんな中でこの2年の中で何とか、えー、下げ止まりをし、さらに次のゼミっていうことを、えー、考えていかないといけないと思っていますので、これはあの、実は2025年度の、えー、端末リプレイスの話をしましたが。これゼミにとっても非常に大きな、え、機械点だと思っています。 えー、詳しくは来週お話を差し上げますけれども、ゼミの次世代モデルをどういうふうに考えていくのかということも今合わせて考えておりますので、この今やれる2年間と、次にゼミをどういうふうに変えていくことでさらにゼミの授業を発展させていこうという考え方と2段階あるということだけを今日はお伝えをさせていただければなと。 いうふうに思ってますのでよろしくお願いしたいと思います以上です鎌田様よろしいでしょうかはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございましたえ繰り返しご案内申し上げますご質問が終わりの方は Zoom 画面内の手を挙げるボタンをクリックしてくださいこちらから指名させていただきますのでえ指名されましたらマイクのミュートを解除しご質問をお願いいたします またで、お電話でご参加の方は、アスタリスク9をタップしてください。ご質問を受け付けております。それでは、えー、台場証券の関根様、お願いいたします。あ、台場の関根でございます。よろしくお願いいたします。お願いします。 で、私の方から、えっと、二つお願いしたくて、一問一答でお願いいたします。で、まず一つ目が、あの、この計画の立て付けなんですけれども、今期の計画の立て付けなんですけど、一応、国内教育は、ゼミと、えっと、大学社会人が頑張った分を、まあ、えっと、塾と学校で、まあ、総裁されるような格 で、で、まあ、介護が頑張る計画だと思うんですけど、一方で、このその他調整で戦略投資とか、ま、かなり、えー、っと、で、こちらでお金使うということで、まあ、介護の、えっと、増益分が総裁されるような格好なんだと思うんですが、ちょっと私が聞き漏らしてたらあれなんですが、差し支えなければ、あの、まあ、今年度って一体どういう内容でお金を使っていくのかで、特にま、ここまで急に調整額ガツンって増やすってあんまりないと思うので、 あの今後のここの部分の持続性だったりっていうところについて教えていただけますでしょうか。まず1つ目です。 関根さんあり,ありがとうございますえそちらの23億円の内訳なんですけれども、はいあのえー、ちょっと先ほど私の説明の中にもあったんですけれども、えー、30億円程度今期です、ね、今の戦略投資として対策年度で増加をさせていく予,、えー、予定ですけれども、まあ、そのうち一部はその学校だとか、えー、ゼミだとか、そういったところにも入っているんで、大学社会人とかにも入っているんですけれども、このその他のところにこう含まれます、えー、のがです、ね、インド事業の、えー、強化。 これが大体3億円から4億円だとか、あとはその DX の人材投資の増加などが含まれております。あとその様々なですね、そのコーポレート系のその戦略投資だとか、そういったものも含めて若干のバッファーも見て23億円としております。 やりっりてていいうのはは来年度以降についてはどういうふうに考えておけばいいことなんでしょう、まあ、先ほどの話でもまあ海外頑張りたいんですとか DX 頑張りたいんですってまあ今後も続く話な気がするので、はい、なんか来年度以降も引き続き同額程度かける、まあ、もしくはまた拡充される話なんでしょうかそうですね同額程度はあのこ,のこの程度はですねその戦略投資というか将来の成長に向けて確保していきたいなというふうふに思っていますけれども先ほど申し上げた例えばインドについては FI 二十五ぐらいにはですね、こう、えー、黒点をしていきたいというふうに思っております。わかりました。はい、ありがとうございます。で、もう一つ目なんですけど、あのまあ来週の説明会の方でご開示されるのかもしれないんですが、改めてえっ、ー、と今後のその三百二十億っていうふうなえっ、ー、と変更されるその数字の見通しに向けたえっ、ー、とパスについて教えてください。 まあ、介護については、ある程度、まあ、コロナの話も落ち着いてきて、緩やかながらな成長に、まあ、戻ってくるんだろうなと。で、一方で、国内教育については、多分、売り上げ厳しい中で、え、だと思いますので、ポスト構造改革もおやりになって、で、その上で、えっと、今、まあ、投資なりされている大学社会人だったりっていうところが、ゆくゆくは収益借り取ってきて、まあ、 下高で、えっ、ー、と、徐々に利益が出てくるような、そんな構図を描いておられるんでしょうか。いかがでしょうか。そうですね。あの、はい。あの、こちらのつもりの方からご説明させていただきますけれども、あの、三百二十に向けてですね、あの、大きく、えープラス、利益面で貢献をするのは、あの、ご指摘の通り、え、介護と大学社会人の、この二つの成長領域でございまして、えー、国内教育の方は、なんとかそのコスト構造改革も踏まえつつ、必要なえー、投資はしつつ、あの、利益の方を微増させていくと。 いう計画になっております。わかりました。あのあのまあまあままあ、まあまあ、とにかく来週のあの構想改革のところであのどれだけ安手をやってこられるのかちょっと楽しみにしていますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。その他ご質問いかがでしょうか。 それでは、えー、三菱 U. F. J. モルガンサンデー証券新井様、お願いいたします。あ、もしもし、聞こえますでしょうか。はい、聞こえます。お願いします。三菱 U. F. J. モルガンサンデー証券新井と申します。えっと、二つありますけれども、まず一点目。あの三十億の今期の投資のうちの、えー、学校向けの十一億、それから大学社会人向けの九億。というのが、まあ、具体的にどういった中身なのかっていうところを、まあ、可能な範囲で教えてください。というのが一点目です。それから。 2点目が、あの、真剣ゼミがややトップライン、あの、トップライン、会員数があのダウントレンドかと思いますけれども、例えば今の利益水準をキープする上で、会、ま、員、あ、数がどれぐらいまでの減少であれば耐えられるとか、もしくは売上がどれぐらいまでの水準であれば、今の利益水準が維持できるか。まあ、そのあたりもし、あの、見通しあれば教えてください。以上です。 あの一つ目の、えー、とご質問については、坪井の方から、えー、お話をさせていただきます。えー、あの学校事業のです、ね、11億円の内訳ですけれども、まあ、大体その半分が、ね、ICT ソフト向けの、えー、投資でございまして、約半分がその成長に向けた要因増の、えー、人的な投資になります。でえーえー、と大学社会人のの方は主にユーデミの 向けの投資になるんですけれどもこちらの方はまだまだ顧客基盤を増やすステージだと思っておりますので販売費の増加今年度対比の増加そしてこちらも販売組織に向けた組織力強化に向けた人員増この辺りを考えております。 はい、えぇ、ー、ゼミについてですけれども、新剣ゼミはあの、昨年度も8%ぐらいの、えっ、ー、と、減少だったと思います。今年度がちょっとさらに広がりましたけれども、えぇ、ー、ゼミ部門の、えっ、ー、と、昨年度の営業利益、えー、14のうちですね、あの、少し、えっ、ー、と、 まあ、えっと、カンパニー間の販売費のアロケーションがあったという話を差し上げましたが、実質的には、えっと、ほぼ変わらない営業利益を出してたんですね。マイナス4億ぐらいで収まりました。で、さらに今年度も、今の計画では、あの、座敷系は新建済み、小中高済みのところで下がっているんですけれども、えー、システムの消却の終了等々を鑑みてですね、若干、若干の増益、 という計画を作っています。もちろん、この中に、コスト構造改革の、えっと、水準も見込んでいるということも、あの、ファクトでございます。まあ、そんな中で、えっと、どん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 下げていくつもりはもうとございませんので、まず、ゼミで今何が起こってて、商品を根本的に何を変えないといけないのか。四 4K は実はですね、良かったんです。1年前より。新規でやはりこの経済環境と、 子供あるいは親の商品を選ぶ多様化がさらに一段と進んだ中で、商品もそこに合わせて変えていく。あるいは支援を増やしていく。まあそういうことを今、全部,部、全部門で大きく変えていこうとしてます。また営業については体験型の営業っていうのは実は効果が出てるっていうのがだいぶ見えてきてますから、そこにさらにシフトをしていくと思います。 そういう意味合いにおいて、えっと、どのくらいまで落ちても利益は大丈夫かということよりは、来年はこれぐらい落ちても、あ今年度ですね、利益は維持あるいは少しコスト構造のさらなる突っ込みで増益を図ってますし、その間にしっかりと今お話しした本質的なことに取り組んでいくことで、下げ止まりをやっぱり狙っていくと。 そういう授業だと思ってますので、そういう取り組みで取り組んでいこうと思っています。以上です。あ、どうもありがとうございました。以上です。ありがとうございました。それでは、えー、そろそろお時間になりますので、最後の方のご質問を受け付けたいと思います。いかがでしょうか。えー、そろそろお時間になりましたので、以上をもちまして、質疑応答終了させていただきます。 以上をもちまして、ベネッセホールディングス2023年3月期決算説明会を終了いたします。その他ご不明点追加のご質問等ございましたら、弊社 IR 担当までお願いいたします。本日は決算集中日、大変お忙しい中ご参加いただきまして誠にありがとうございました。それではこちらで失礼いたします。ありがとうございました。